アレクサンダー・レッジ。アレクサンダー・レッジは、1922年から1933年まで、インターナショナル・ハーベスターの社長を務めた、アメリカ合衆国の実業家。第一次世界大戦中は、戦時産業局で公務に就き、その後、世界恐慌の際には、連邦農業局で、再び公務に就いた。レッジは、1866年1月13日に、 ウィスコンシン州、デインシティ、アとのシコ州で、父アレクサンダーと母クリスティンのレッジ夫妻の子として生まれた。両親と姉クリスティンは、1857年にスコットランドからウィスコンシン州へ移住してきていた。1876年、一家はネブラスカ州コルファクス郡に移り、そこで父は牧畜業を始めた。レッジは、父と共に、 農場で働き、やがて、ワイオミング州で、カウボーイとして、生計を立てようと思うようになった。しかし、肺の病のため、彼は、屋外の仕事で、なおかつ土ぼこりや寒気にさらされない仕事を、余儀なくされた。1891年、レッチは、マコーミックハーベスティングマシンカンパニーが、ネブラスカ州オマハに構えていた視点で、集金人として、働くことになった。 レッジは、ハロルド・ファウラー・マコーミックが、ネブラスカ州一帯の事業を引き継いだ際に、マコーミックの地偶を得た。1899年、マコーミックは、シカゴに戻り、副社長に承認した。マコーミックは、レッジをシカゴに呼び寄せ、世界全体の顧客対応と集金を担当する、部局の責任者に抜擢した。1902年、マコーミック社は、 インターナショナルハーベスターと合併し、レッジは合併後の新しい会社の営業担当、副支配人となり、さらに総支配人となった。1919年、ハロルド・マコーミックは、インターナショナルハーベスター社の社長に選出された。1922年、社長を退任したマコーミックは、会長となった。この時点で、レッジは、インターナショナルハーベスター社の社長に選出され、 1933年に死去するまでその職に留まることになった。この年、インターナショナルハーベスター社は、反トラスト法違反の権威がかけられていた裁判に、勝訴し、農業機械の分野における優位な地位を維持することに成功した。レッチが経営に当たった時期は、農機具の標準化が進められたことも重要な前進であった。 1917年、アメリカ合衆国大統領、ウッドロー・ウィルソンは、戦時産業局の副局長に、レッチを選んだ。戦争が終結した際には、ベルサイユ条約の経済条項について交渉する、仕事に当たった。1923年6月6日、レッチは、アメリカ陸軍主君賞を授与された。1929年6月から1931年3月に、 かけて、ハーバート・フーバー大統領の下で、レッジは、連邦農業局局長を務めた。1930年8月4日号の、タイム氏は、農業局局長としてのレッジの肖像画を表紙に、掲載した。レッジは死去する前に、友人であった、元入りの異臭知事フランク・オーレン・ローデンと共に、ファームファンデーションの創設を準備していた。レッジの遺産の一部は、 1933年のこの財団の創設に提供された。レッジは1908年にキャサリン・マクマホンホールと結婚したが、子供は儲けなかった。1916年、レッジはイーノス・エム・バートンが残した資産の一部であった53エーカーの土地を購入した。レッジはそこに大きな屋敷を建て始めたが、 第一次世界大戦が始まり、私的目的の大規模建築が規制されたことから、この建設計画は頓挫した。この広い敷地に家を建てるという夫妻の夢は、叶うことなく放棄された。レッジ夫妻は、イリノイ州ヒンズデールに、大きな屋敷を購入し、1924年に、キャサリンが死去するまで、この地で楽しく暮らした。1923年、 反トラスト法での裁判が進む中、レッチは病が悪化した。このため、カリフォルニア州で入院することになった。キャサリンは夫につきっきりで看病し、自分の食事も地域のレストランからの出前で取るようになっていた。そうした中で、彼女はチョーチフスに罹患し、1924年に死去した。妻の死後、レッチは普段の土地を使って、 キャサリン・レッジ・メモリアルと名付けた施設を建てた。この施設はインターナショナルハーベスターの女性従業員のための休養、保養、福祉施設として使われた。1927年にはアール・ハロルドズークの設計により宿舎が併設された。レッジは1933年12月3日に死去した。葬儀は12月6日に シカゴのミシガンアベニュー北880番地の第4長老派協会で執り行われた。異界はキャサリン・レッジメモリアルに運ばれ、妻の異界と共に葬られた。ありがとうございます。